弓という武器の歴史、聖子うどくシリーズに歴史編その6、瑞穂の国日本を創造した神は勾玉、剣、鏡という三種の神器と共に下賜したのは絹を作る虫蚕と弓矢だった。弓矢は鷹結びの神が雨の若彦に雨の籠弓と雨の幅矢を与えている。その弓矢を携えて下界に降りた雨の若彦は8年間も下界の様子を天上に報告しなかったため、鷹結びの神は生地を下界に放つ。雨の若彦は天上界の使者である生地を射殺してしまう。生地を射抜いた矢は天上にいる鷹結びの神のもとまで飛んでいってしまう。鷹結びの神はその矢を手に持ち、もしもこの矢を射た者に反逆の心あらば、その者を射殺すようにと呪文をかけて投げ返すと、その矢は雨の若彦の胸に当たり、雨の若彦は死んでしまう。古史古典にはその後の葬儀の経過が詳しく書かれているが、弓矢に関係しない話なので割愛する。以後、弓矢は宿命として邪神のある者の命を絶つ道具として位置づけられる。高間ヶ原から統制して大和国を建国した神武天皇が長曽根彦族を平定した時に弓を立てかけ、黄金色に輝く鳥の威光をもって平定した神話では、弓に邪悪を懲らしめるという意味合いがあることを広く知らしめたのではないだろうかと思える。神武天皇の偉大さは、征服した民族の主張は成敗しても民を奴隷としなかったことである。以後、奴隷制度が日本国に定着することはなかった。日本が神武天皇の神話をようやく文字にして書き残していた頃は、アジア・ヨーロッパ大陸では戦乱に明け暮れる時期だった。支那大陸は魏呉蜀の三国が美女と覇権を求めて争っていた。裏切りの将軍として有名な呂布は関鳥羽という名前の早馬にまたがり、槍を振るい流絶球という弓を持つ弓矢の名手としても有名だった。労力をあまり使わず大量に敵を倒すことが目的だったため、弓は探求となり、矢先に猛毒を塗り透析器が発達していった。日本と同じような2メーターほどの長弓を使用したのはイギリスだった。妄想地区のないイギリスで弓として活用されたのは1位の木であった。日本の東北や北海道あたりで自生している垂直に成長する木である。北海道ではオンコマツと呼ばれている木である。1位の木の芯材を加工した弓は70キロから82キロという強力な反発力があった。ことあるごとにイギリスに侵略してくるフランスに、この長弓を引く部隊を引き連れてフランスに乗り込んだのはヘンリー5世だった。この強力な弓で飛ばす矢は、全身を鋼で覆った鎧を突き通して背中の外側に突き出るほどの威力があったという。フランスの丘陵地アジンコートの戦いでは存分にその威力を発揮して大勝利したという。アジンコートの戦いが勃発したのは1415年だった。イギリスでロビン・フッドが活躍した時代は、それより100年前くらいのシャーウッドの森が舞台だった。ロビン・フッドは吟遊詩人の創作した人物だが、この頃から1位の木で作られたロングボウは存在していたようである。
ロビンフッドの銅像からわかることは、弓の弦があまりにも強力だったため、親指を除く4本の指で弦を弾いていたように思われる。ロビンフッドと同時代頃のスイスの弓の名人はウィリアム・テルである。オーストリアのハプスブルグ家からやってきた悪代官に難癖をつけられて、自分の子供の頭の上にリンゴを乗せ射抜いて有名になった伝説の漁師である。ウィリアム・テルも架空の人物のようだが、物語が18世紀に戯曲になって有名になった。ウィリアム・テルの使用した弓はショートボウといい、モンゴル族やフン族が使用していた弓を改良したようである。西欧諸国がアーリア人の台頭やモンゴル族の侵略により、ゲルマン民族の大移動が余儀なくされて、各地で領地と権力掌握の争いが絶えない時代に突入した頃、日本でも天皇家の後継者をめぐる問題が死後する武家の争いに発展する。戦乱の勃発により武家が台頭してきた時代だった。現職の天皇が引退した上皇を攻撃するという事件が勃発する。結果、現職の天皇側についた武家の平家が台頭するきっかけとなる保元の乱に巻き込まれたのが剛毬比企で有名な源為朝である。若い頃の為朝は希代の謀略者で、父為義により九州に放逐されてしまう。九州の地で大暴れをして鎮西八郎を名乗り、九州の荘園豪族と荘園を守護する武士団を一掃する働きをするが、時代は平安末期、まだ荘園貴族が存続している時代で、現職天皇による命令も絶大だった。為朝は父為義の地位の保全と引き換えに、九州から伊豆大島へ流罪されてしまう。流罪地の大島でも大暴れをして、伊豆子孫を配下に収めてしまう。罪人とは思えない振る舞いに対して、天皇から討伐の命令が下ってしまう。大島で子供をなしていたが、その子供を殺して自害する。享年37歳だったという。記録に残る為朝の身長は2メーター20センチほど、左腕は右腕より12センチほど長かったと言われている。使用する弓は5人がかりでも引けない強さがあり、矢の太さは丸太のように太かったと言われている。為朝が有名になる50年ほど前に弓で名を馳せたのは、俵の藤太こと藤原の秀里である。秀里は武蔵国、現在の栃木県あたりを治めていた豪族だった。伝説によれば、若い頃琵琶湖に架かる橋の上に横たわる大蛇の頼みを聞いて、大ムカデを退治して竜宮城にまで足を運んだという。武蔵国で老齢を迎える頃、平将門の乱が発生し、討伐隊を組織して将門の眉間に矢を突き立てて乱を鎮める功績を挙げている。将門の眉間に矢を突き立てた矢を誰が放ったかは不明である。戦乱が各地で発生し、刀剣や弓矢の需要が増大すると、より機能的な形に変化するようになる。刀剣は馬上から振り下ろす際の効率を上げるために反りが浅くなり、細身で長いものが好まれた。弓の矢尻の形状も用途と使用者の好みが出てきた。槍尻の透かし彫りを好んだのは
信長と言われている。かぶらえは一騎打ちの時の敵方への挨拶や伝令伝言にも使用されたようである。狩股は為朝が好んで使用したと言われている。都の貴族の一員として出世した平清盛が死ぬと、武力を温存してきた各地の武家が台頭してくる。木曽義仲が上洛すると討伐隊が台頭してくるのだが、結果として天皇による直接政治の矛盾を咎めるように、武士の発言力が一段と強くなる。伊豆に流された源頼朝が挙兵すると、関東一円の武家が次々と傘下に加わり、一大勢力となって平家の軍勢を圧倒することになる。破竹の勢いで上洛した源義経は四国の屋久島に撤退していた平家を追い詰め、その後山口の壇の浦で平家を滅亡に追いやる。屋久島の戦いで那須与一が扇を射落とした所為は平家の滅亡を早めている。刀剣の振り下ろしは剣術となって効率を高め、弓の扱いは弓術となってそれなりの上達が指定を指導するまでに発達していくようになる。押し切りができない両刃の剣が廃れて、カミソリのような切れ味を持つ刀が生まれたように、幾多の戦乱の中で弓は強力な反発力を持つように改良され、矢羽の材料も風雨に影響されない指向性を追求するように改良されていく。先端の矢尻の完成を保持するために、矢羽の重量を増すために野に差し入れる鉄部が長くなっていった。蒙古襲来時に使用された長弓から打ち出された矢は、スピードを落とさず物に当たれば相当深く食い込んだのではないだろうか。さらに灯火のない暗闇の野戦に慣れていた武士により、確実に切り倒される恐怖は尋常ではなかったようだと思える。さらに長弓の長所を生かす5分の2あたりを持ち手部にすることにより、馬上からの連続する打ち出し効率を高めたようである。種子島に鉄砲が伝来してからは、弓矢は足軽が打ち出す鉄砲の威力に太刀打ちできずに、もっぱら技量と精神性を重視する技術に偏っていく。三十三間堂の当社は江戸中期に達成された一千本を最後に競技としても廃れていく。現在三十三間堂で女性が二十歳の祝いとしていられる矢羽は20本以下で、弓の反発力は20キロ前後に落ち着き、もっぱら矢を射るまでの型が精神統一の修養で修行であるというスポーツ化している。和弓の弓引きに欠かせない弓分けという親指を弦で引く3本手袋は、三十三間堂の競技用に開発された手袋と言われている。常時親指をくの字に折り曲げるための道具となっている。
弦の引き指の親指をくの字に折り曲げやすいように、木型や水牛の角を加工したものを入れてあるようだが、引く手の個人の癖に合わせた特注品が存在するようである。個人の注文にどれだけ合わせられるかは、鋳掛職人の技の見せどころ、腕の見せどころである。鋳掛は弦の引き指が変形したり、タコができないための工夫とも言える。その他、女性用の胸当てや弓を保護する特製の手袋や滑り止め薬も売られているようになる。弓の製造元は全国にあるが、主に京弓、熊本弓、栃木弓と言われるものが存在し、近年ではグラスファイバーの弓も存在するという。といったところでおしまい。またの機会にごきげんよう。ご視聴ありがとうございました。これからも広く浅く切り口鋭く解説するようにするつもりでいます。ありがとうございました。さようなら。